2015年に、スター・ウォーズ、シリーズの7本目の長編映画、スター・ウォーズ、エピソード7、が、公開される、2005年の、エピソード3、シスの復讐、以来、10年ぶりの待望の新作映画だ。熱心なスター・ウォーズファンはもちろん、映画ファン SF ファンにとっても話題騒然となっている、ルーカス・フィルム、アニメーションが制作するテレビアニメーション、シリーズ、 スター・ウォーズ、反乱者たち、である、本作が2014年から2015年にかけての冬シーズンに、日本のディズニー XB で放送されることが決定した。この放送に先立って、スター・ウォーズの日、である5月4日15時より、日本語版予告編が公開される。こちらもディズニー XB で独占初公開となる、ファンならずとも気になるに違いない、スター・ウォーズ、 反乱者たちの舞台は映画エピソード3とエピソード4をつなぐ時代となるアナキンが暗黒面に落ち銀河帝国の力が増す一方で同盟軍が密かに反乱の力を蓄えようとする期間であるこれまで映画では描かれることのなかった時期となる予告編では一体どんなキャラクターがどんな映像で姿を見せるのかも関心を集めるだろうスター・ウォーズのアニメーション作品は これまで2003年にスタートした、スター・ウォーズ、クローン・ウォーズ、シリーズがよく知られている、カートゥーンネットワークで放映されてきたが、ルーカス・フィルムがディズニー参加となった後に、シリーズを終了している。そして、今回満をして登場するのが、スター・ウォーズ、反乱者たち、である、本作はルーカス・フィルムのディズニー参加後、 初の完全オリジナルのスター・ウォーズ作品である点も見逃せない。ディズニーによる、スター・ウォーズ、エピソード7を見据えるにも大事な作品になる。エグゼクティブプロデューサーは、X-Men、Mr.&Mrs. スミスのサイモン・キンバーグが務める。その他、スター・ウォーズ、クローン・ウォーズのデーブ・ヒローニ、スペクタクラースパイダーマンのブレップワイズマンなど大物プロデューサーが名を連ねる。 態度は高い。5月4日の予告編放送をスタートとする「スター・ウォーズ」シリーズの新展開が見逃せない。